20番街駅は、ニューヨーク市地下鉄 BMT ウェストエンド線の駅で、ブルックリンクベンソンハーストの20番街マイナス86、丁目交差点にある。終日 D 系統が停車する。南西側の階段20番街駅は、相対式ホーム2面3線の高架駅で1916年9月15日に開業した。中央を走る急行線は普段使われていない。 コニーアイランド駅方面ホームはマンハッタン方面ホームよりいくらか南側に寄っているがこれは1960年代にホームを拡張したためであるどちらのホームにもほぼ全長にわたって緑色のフレームと支柱で茶色の屋根がかけられベージュの風防が取り付けられているホームの露天分には街灯が設けられている駅名標はニューヨーク地下鉄標準の黒字に 白のレタリングを施したものである。2012年に2009年アメリカ復興、斉藤司法に基づく資金拠出を受けて改装された。公開駅舎はホーム及び線路下の中央にある。各ホームから階段を降りると、待合所とホーム間連絡通路、自動改札機がある。改札の外には、トークンブースと4本の階段があり、20番街マイナス86。 照明交差点の4つ角のどこにでも出ることができる。ありがとうございます。